高圧または特別高圧の器具は、技術者を含めて取扱者以外が容易に触れる恐れがないように施設しなくてはいけません。高圧特別高圧の器具は、動作時にアークを生じるものは、火災の恐れがないようにしなくてはいけません。通常は可燃性のものから離し、耐火性であれば離さなくてもいいです。